平野紫耀テレビ局からオファー殺到。スノーマンメグロハスからの乗り換えで、主演をしてほしいイケメン、業界内でぶっちぎりナンバーワン。ジャニーズ事務所の看板タレント、スノーマンのメグロハスが、苦境に立たされています。彼にとって、不運な出来事が重なり、一時期一強とされていた地位が揺らいでいるようです。一方、元ジャニーズタレントで飛べ所属の平野紫耀は、 意外な展開を迎えています。本記事では、ジャニーズの最新動向と平野紫耀の注目度急上昇について詳しく検討します。背景、ジャニーズ事務所の問題とメグロハスの苦境。ジャニーズ事務所が性加害問題に巻き込まれたことが、多くのジャニーズタレントにとって大きな打撃となっています。 広告契約の打ち切りやテレビ出演の中断など業界全体が混乱しており、その中にメグロハスも含まれています。メグロハスはピークに達し、一大ブレイクのチャンスを逃したと言えるでしょう。さらにメグロハスが主演したドラマ、トリリオンゲームが大きな失敗に終わりました。 この作品は TBS 金曜ドラマ枠の最低視聴率を記録し、その原因としてメグロハスの演技が批判されました。サイレントでの評価も失われ、メグロハスのキャリアに大きな打撃を与えました。平野仕様、時代の波に乗る。一方で、飛ベ所属の平野仕様は、今、業界でハリケーン級の追い風を受けています。 ジャニーズ事務所を離れたことにより、地上並出演が可能になった平野耀は、新社長の東山のりが、やめじゃにに、に対する圧力を否定したことにより、テレビ局からのオファーが殺到しています。これにより、テレビ局はジャニーズの顔色を気にする必要がなくなり、渡部所属タレントに積極的にオファーを出すようになりました。実績に裏打ちされた平野耀。 平野紫仕様は、ジャニーズ事務所を辞める前から、メグロハスと同じく TBS 金曜ドラマ枠で主演を務めていましたが、その視聴率は、トリリオンゲームの1.5倍程度でした。平野は他にも、花のチャレから花男ネクストシーズンケラ、t b s 系や、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系。 など、ヒット作を生み出し、ドラマ界での成功を積み重ねてきました。その実績を背景に、平野仕様に対するテレビ局からのオファーが殺到しているのです。業界内での立場が逆転。数週間前まで、メグロハスが圧倒的な一番候補とされていたのに対し、現在は平野仕様がテレビ局のトップオファーとされています。 さらに、メグロハス主演で進行中だったドラマの制作チームですら、平野がいけるなら平野で、という状況に変わっています。業界内での二人の立場は完全に逆転し、平野仕様が今やナンバーワンの存在とされています。結論、予想外の展開で、平野仕様のキャリアに急激な変化が訪れました。 ジャニーズ事務所の問題が業界全体に波及する中、平野耀は実績と人気を背景に、テレビ局からのオファーが殺到し、一役業界内でトップの存在となりました。彼の成功は、才能と実績が報われることを示すものであり、今後の彼の活躍に注目が集まることでしょう。